度はうちのパパが申し訳ございませんでした。プリ姫が始まるよ。最後まで見てね。パパコを探してね。皆さんごきげんよう。今日はパパがまたまたやらかしてしまいました。パパの口から言ってパパがやらかしたんだから。この度は大変申し訳ございませんでした。この度はうちのパパが申し訳ございませんでした。ねえパパ、何したか早く言って。ちょっと説明から入っていい？うん。うちにある、プレステ5、こちらプレステ5でございますが、こちらはダウンロード専用機ですが、昔このプレステ5を初めて買った時に間違えてプレステ5のソフトを買ってしまいました。これが3年前ぐらいだと思います。買ったのが 2,3 年前です。その時に買ったのがこのコールオブデューティー、これはちょっと開封はしたいんだけど、あとリビッツも開封してますね。これもね、未開封です。あとこれデーモンズソウルズ、はい、こちらもね開封しておりません。やらかしました。もうこれでダウンロードで買ってたんだよね。こちら4つのソフト無駄になっちゃったけど、で久々にさゲームコーナー見てたら、最近発売した任天堂スイッチのマリオあるじゃん、うん、ね、おーマリオあるじゃんって、新作の、あこれやろうって、実はさっき撮影してたんですね。その時についでにこのプレステ5がダウンロード専用機にもかかわらずそれを忘れていて、新しくなんかこれボンバーマン買っちゃいました。何年も前にソフトを買っちゃダメっていうのは分かってたのに、間違えて買ってきてしまいました。姫ちゃんおくんごめん、申し訳ございませんでした。だってさ、この前さ、これダウンロードパパがそもそもさ、プレス5さ、買ったのにさ、ダウンロード専用って、なに自分で買ったのにかかわらず、なんでこれ買ってきてんの？プレス5やばいかも、プレス5覚えてるでしょ。うち多分プレス5合わないのかも。リビッツね。うん、というのが、合わないのかもじゃなくて、パパの記憶が悪いかもだよ。この、実はね、プレス5も2、3年前にゲットしたんですが、どうやってゲットしたかというと、あの楽天でその時もう転売しかなかったのよ。転売ね、プレステ5の転売で10万ぐらいしてたの。それでこのダウンロード専用、いや8万か9万ぐらいしてたのか。であれで調べてて、あれこれ1万安いじゃんと思って買ったのがこちらのダウンロード専用機だから安かったの。それすらも気がつかず1万安いと思ったから買っちゃったわけで、まずやらかしたじゃん。でこのソフトやらかしたじゃんね。でも数日前にこれでまたさらにやらかしたっていう。もう入んない、入んない、もう使えない。何をしてんだ。なんで？でも誰かにあげる？やりたい。でも無理じゃん、できない。やりたいよね。わかった。最近言ってたじゃん、学校の先生が言ってたんでしょ、最近プレス5買いやすくなったんだよって。それ買ったらいいじゃん。あ、じゃあこのダウンロード専用機が無駄になるよね。あーまたやっちゃったよ。ごめん姫ちゃんおくん。じゃあもうさ、これ、うん、売ろうよ。いやこれ売らない、もうあのあれよ、ええ、それじゃ本体か、え、何本体でもない。何あれあれって何？あれあれ何？待て、シンドバルファーザー売ります。いや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 、あ、アホやん、めっちゃアホやん。売れない売れない売れない。重大発表、これから今からシンドバルファーザー売ります。やばいって、そんなのマジ。いやいや売れ、絶対売らない売らない、やめてやめてやめて。それでは正義の歌いましょう。あの売りませんから、はい。
っとどうしよう。買って、ね、買って何を本体売って買って何を売る。でもやる車を売って買って。そもそもそれ買ってやるかどうかだよ。やるよ、やりたいもんこれ。本当に。うん、ゲーム実況。うん、はあ、最悪だ。あと何、でも売ればいいじゃんこれ。うん、あと未開封じゃんこれとか。未開封だよ、決めるじゃん。あ、早期購入特典とかも書いてるぞこれ。ほら、高く売れるって。このシートがまだついてる。だって3年前ぐらい買ったもんね。3年前から売れるって。マジ。いやもうやっちゃったよ。ボンバーマンもさ、みんなで遊ぼうと思ったのよ。ひめちゃん、おーくん、みんなで行ったらさ、ボンバーマン楽しいやん。で、楽しいよねこれ。しかも10月ぐらいに発売したやつだよ。最近なのね。そうよ、だから買ったのよ。あ、じゃあ新しいの。うん、新しいボンバーマン R2 ってやつ。コナミのゲーム面白いよね。面白い。もうマジやっちゃったよ。みんなでやってさ、爆弾ボン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 やってさ、爆弾強化して、ね、猫の頭を爆発して、パパの髪に全部なくなってツルツルの、ツルツルに。パパの車も全部爆発して。やめてもう。パパの全身の毛も爆発して、もうツルツル、ツルツルジージーになる。わかりました、もうわかった。売るんじゃなくて、買うわプレス5の、この。じゃあこれどうすんの。これそれメルカリで9万ぐらいで売ったらいいじゃん。それじゃ売れないっしょ。しかも旧型になってくる、なってると思うし、初期のやつだから2万ぐらいじゃない売っても。もうこの中にさ、ま、ダウンロードしてるゲームとかあるじゃん。ある。そうだよ。あ、それ込みで。もうどうしよう、もうボロい。中古で売れるじゃん。今またやっちゃったよ。トリさんは限定です。お金が無駄。お金がパーになってしまった。パパがお金をパーにした。あー、やだー。ちょっと軽くラッパー入ってた。あー、もうだる。これ食うわ。私もこれ。パパはダメだよ。パパやらかしたから。パパやらかしたからダメ。はぁ、これ売るわ。なんで僕思ったとき今半袖短パンなの。いや、暖かいから。確かに家の中暖かいけどね。25度です。うん、これももう売るわ。は実はこの後ね、姫ちゃんこれ楽しみしてたんでね。うんうんうん、ちいかわのたまごっちみたいな、もうこれ売るわ。ちかわちかわちかわち。じゃあね、すなわち友達。ちかわちかわちかわち。ちかわちかわちかわち。たまごっちの歌だそれ。僕も。あ、うっせ、うっせ。じゃあもうね、こちらの動画撮影するのでね、もうこの動画、パパの謝罪動画は終わっていいですか。無理です。もう許してくれる二人とも。無理です。パパなんかやらかしすぎだよね。な、じゃあパパやらかしすぎたから、なんか私とオークンが欲しいもの一つずつ買うって許す。どんどんお金減るばっかり。お金減るばっかりじゃんそれ。これでやらかしてお金減って、二人に買ったらさらにお金減るじゃん。これを売ったお金で、これ売ったらいいんだって。これ、ただ、これ売ったお金で、うん、なんか私え、売らない、これやるんだって。あ、じゃあ車売ったお金で。あ、いいね。ね、いやいや、ちょ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 、売らない売らない売らない。ダメよ、ダメよ、もう僕売るよね。何を。何だっけ、セリ。車売るの、どれ売るの。いや、あはははは、一番売らねえわ。一番売らないわ。ボクシー。いやいや、ボクシーめっちゃ楽じゃん。買い物行くの超楽よ。確かに、あれ好き、うん、あれじゃないと。 LC。 いやー、 LC はもう V8 の自然吸気のってさ、もう今後なくなってくるんだよ。5000cc よ。え、めっちゃいるじゃん、新しい車です。いや、ずっと置いておこうかなとか思ってんの。そうなの。むしろ新型、お、そうそうそう、あれ2023年モデルだけど、2024年モデルはナビがまた大きくなって360度カメラついてんのよ。あの LC ついてないのよ。そうなの。うん、2023年が最終かなと思ったけど違った。そう、360度カメラついてるが、今度今のクーペなんだよね。上開かないじゃん。それも売っちゃってからは、コンバーチブルでオープンカーの方に買い替えようと思うね。はい、ということで今回は終わります。
さっき最後意味分かんなかった、何を言いたかったか。だからあのクーペを売って、でまた今度オープンバージョンの LC を買うっていうの入れ替え。ダメ？ダメだよね。はい、わかりました。はい、ということでね、今回はせーの、まったねー、はい、バイバーイ。申し訳ございませんでした。パパがやりかしました。パパがやりかしました。すいませんでした。またやりかしちゃいました。今回のパパ子はここにいたわよ。みんな、わかったかしら。